ゆうちゃんもね、今日で46歳です。今日はですね、今からね、一人ランチを作っていきます。今日はね、あっという間にできちゃう、スルメイカのパスタなんですけれども、ということでね、縁起のいい 88g ということで一人パスタ作っていきます。で、今ですね、撮影しているのは私のね、古い携帯の iPhone10 です。もう完全にね、もう1個のカメラの方の液晶がダメになってしまって、もうやっぱりね、携帯で撮ると何が困るかっていうと、その他の機能が全部使えなくなるじゃないですか。それこそタイマーで測りたかったり、時計を見たかったりで、電話がかかってきたらすぐ止めなきゃいけないし、なのでね、そういう意味ではやっぱりちょっと携帯を使って撮影するっていうのは不便だなってね、思います。で、そしてね、今日はスルメイカのペペロンチーノを作ります。で、本当ね、ペペロンチーノとかって唐辛子使うしね、そもそもニコタンって辛いの苦手だし、イカもね、サラマリしか食べないんですよね、イカだと。だから本当ね、ニコタンがいるときはこのね、ペペロンチーノは作れなくて、私も毎日こんなにね、自分でがっつり作って食べてるわけでもないんですけれどもね、今日はたまたまスルメイカの足が残っていたので、ちょっと今日はペペロンチーノします。グレープシードオイルとオリーブオイルを混ぜます。で、オリーブオイルの匂いがきつすぎるのも苦手だし、ないのも寂しいのでね、混ぜます。今日はね、おとといの朝ごはんで残ったスルメイカの残りを使います。で、先日出したね、フレンチトーストのね、動画でもお分かりいただけたかと思うんですけれども、本当にね、 iPhone ってね、音質が悪いんですよ。で、もしかしたら私のやつは特別音質が悪いかもしれないです。そもそもその音質に関しては不良品だった可能性があって、なんでかっていうと、他の方がね、撮られてる動画を見るとね、ここまで音質悪くないんですよ。ただ私の iPhone はすんごい音質が悪くて、めっちゃ不便なんです。なので今もね、一応マイクはつけてるんですけど、多分ね、相当音質が良くないと思います。で、イカはめっちゃ跳ねるので足しておきます。そしてね、今日は何よりもね、りょうちゃんの誕生日なんですよ。りょうちゃんもね、今日で46歳です。覚えてないけど、20年前から言ってましたけどでも、チェッターはそれよりもね、2年くらい前からなので、ね、21年の1年と言ってる間にもパスタが茹で上がるかな。ちょっと見てみましょう。いい感じですかね。入れすぎた。はい、入れます。塩気を見ます。ただきます。めっちゃ美味しそうでしょ。美味しいですよ。どうしようかな。お箸で食べようかな。食べにくいかな。うんうんうん、ちょっとね、もうちょっと塩入れてもいいかなと思うので、ちょっと塩入れます。ちょびっとで混ぜて、改めていただきます。いただきます。うんうんうん、めっちゃ美味しいです。ほんとこのね、スルメイカ使ったペペロンチーノおすすめです。美味しいですよ。ちょっと茹ですぎたんだけどね。今日はね、このあとりょうちゃんのね、誕生日あるので、りょうちゃんのリクエストで天ぷらそうめんで、にこたんのリクエストで天ぷらそうめんっていう感じでね。でケーキどうしようかなっていう感じなんですけどね、もし作れたら時間的な余裕があったらちょっと作ろうかなと思います。よかったね。はい、今日はですね、りょうちゃんの誕生日なんですよ。パパ何歳になるんだっけ？46歳。そう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 。で、今日はね、私はこの後で天ぷらそうめん作らなきゃいけないのでね、にこたんにケーキ作りはお任せしたいと思います。暗いかな？暗いね。今日はにこたんが作ります。そして、はい、今日のスペシャルゲストはねミッキーとミニーちゃんとミーミちゃんとジョージです。でね、今日はね、にこたんにも全部お任せしますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、今日はね、こんなちっちゃな小ぶりな型を用意しておきました。で、ここにね、油を塗っておきました。で、今日作るレシピはね、私がね、いつも拝見させていただいているリアリコチャンネルさんが昔ね、作られていたチーズケーキをね、前から作ってみたいなと思ってたんですよ。で、今日はその材料を全部ね、準備して、で焼かずにあっという間にささっと作れるということでね、そんなチーズケーキみたいなので、今日はそのチーズケーキを作っていきたいと思います。イエーイじゃあ、にこたんお願いしていい？全部クッキー入れるのね、でね、今日用意したクッキーはこれ、ロータスのビスコフっていうね、ちょっとね、すいません、今日もね、携帯で撮ってるんですよ。だからちょっと画質はすこぶる悪いですけど、こんなね、ロータスのビスコフを 100g 入れます。はい、お願いします。入れました。はい。で、この中にバターを 35g 入れます。全部、全部。はい、入れました。そしたら蓋はどこ？蓋をして。にこたん蓋する。お願いします。じゃあ、ジョージさん。はい。ちょっと見せてみて。もう大丈夫かな。あ、すごい。すごいね、クッキーがこんなにボロボロになりました。ちょっと味見していいよ。あ、いいの？うん。じゃあ、次は。ミッキーさん、味見係よろしくお願いしますね。はい。ミキいい？はい。おいしい。よかったね。じゃあこれをこの型の中に入れてきます。入れます。はい、じゃあ入れてください。じゃあちょっとね。お、すごい。そしたらまずはね、こうしてちょっと待ってね、平らにして、で外側の方もね、ちゃんとこんな感じでね。パパ喜んでくれるかな。うん、絶対喜ぶ。ゆうこたんからもらったものはなんだって喜ぶじゃん。このケーキ喜ばなかったらびっくりだよ。むしろ。これでトントンってやって。ゆうこたんやる。優しくギュッてしてくれる？どう？いい感じ？いいんじゃない？はい。ミニーちゃんの手伝いはね、混ぜる手伝いだから。あ、そうなの？じゃあ混ぜるやつがなかったらミニーちゃんが泣いちゃうってこと？あ、そっか。よかった。本当に？そしたらね、次のやつ作るまでにこれは冷蔵庫に入れておきます。じゃあ次は混ぜるの？そう。あ、ミニーちゃん出番だよ。やったー。でね、そうクリームチーズとね、マスカルポーネチーズを使って今日はチーズケーキを作ります。レモンはどこで登場するの？レモンはね、また後でちゃんと登場するよ。で、このね雪印のボロボロなんですけど、雪印のこのねクリームチーズ、これだともうこのまま1箱使っちゃいます。ここをつまんでこう引き上げてくださいって書いてあります。はい、どうぞ。じゃあ今準備してあげるね。はい。はい、それをポテンに入れて。全部。全部。ポテ。できない。じゃあママと手伝いしていいですか？いいよ。はい。ちょっと舐めてみる。どうぞ。じゃあ味見がかりそう。どう？美味しい。今日はねこの北海道100マスカルポーネって書いてあるやつ使います。よいしょ。今日はねこれ114g って書いてあります。でも分量的にはね、本当は今日はリアリコチャンネルさんの半量作るんですよ。クッキー生地の方はそのままで、中のチーズは半量作ろうかなと思っていて、で本当はねこれは 100g で良さそうなんだけど、とりあえず全量使います。もう測るのめんどくさいからはい、じゃあこれ入れてくれる？全部こうやってこれもね、はい、じゃあ入れました。じゃあこれで混ぜる。ちょっと待ってね。でそこにお砂糖と、ミニーちゃんここで応援してるからこっち。でもまたそれ使うからね。うん。いくよ。はい。はい、ありがとうございます。でそしてね今日はレモン果汁。レモン果汁。手のひらでグーってまだねこうすんだよ。で今日はレモンがね小ぶりなので、本当はね半量だからレモンは1個で良さそうなんですけど、どうかな。ちょっと途中で味見してみようかな。で味を見てレモンの量を調節しようかな。で今日のこのレモンはね国産のレモンを使ってるんですけど、外側はね綺麗に洗っておきました。これ入れる？でこれをこの中に入れてください。はい。でそしてでこのレモンの皮をすり入れたいと思います。なんで？言ってたんだ。あんまりねレモンしすぎても多分子供はねちょっと苦手かもしれないから、とりあえずこれくらいで。じゃあ次ミニちゃん。そして2個混ぜてください。混ぜづらいな。ミニちゃん頑張れ。生頑張って作ったケーキはパパは喜ぶと思うよ。ママはこっち側で洗い物します。いい？ いいよ。あ、ついてる。いいよ、舐めていいよ。どう？嬉しい？でも頑張んなきゃね。やっぱり。頑張った？頑張んなきゃ。みーちゃん疲れたから今休憩してるの。そうなの？あら。本当だ、休憩してる。本当だ、休憩してるね。また後で手伝ってね、みーちゃん。はい。ニコだがこんなに頑張って作ってくれたなんてパパ聞いたら喜ぶんじゃない？じゃあちょっとママもお手伝いしていい？はい。おいしいケーキ作らなきゃね。そうだね。すごいね、ニコだん。ママ全然手伝ってないのにだいぶいい感じになってきた。混ぜるのはニコたんとミニーちゃんでやってるんだよ。すごいね。すごいじゃん。だいぶもうほとんど仕上げなしでもいけるくらいな感じだね。こんな感じにとろっと味見する？じゃあスプーン出して自分で。このぐらい？うん、いいよ。じゃあそれくらいで。みんな味見したい。はい。美味しい。じゃあママもいただきます。こんなツヤツヤのクリームできましたね。ニコたん上手に一人で全部頑張った。うん、メイちゃんと一緒。美味しい。なんかこれで良さそうです。もうちょっと果汁足したらいいかもしれないけど、これで大丈夫？大人はね、もうちょっと酸味がレモンの爽やかさがあっても良さそうですけど、子供にはこれくらいがちょうどいいかも。はい、じゃあこれにね流し入れます。いきます。じゃあママのこうするからね。お願いします。上手にできたね。はい。はい、もうしま食べ過ぎ。はい。じゃあこんな感じでレモンクリームチーズケーキをちょっと冷蔵庫で寝かしたいと思います。うわ、素敵だな、これ。ありがとう、パパお誕生日おめでとうと書いてあって、今のお弁当でもらったシールがありがとう。ね、それでさ、めくってみて、これめくると。あ、肩たたき券だ。やったー。まだね、あれが残ってる。あれだよね。あれ。何あれだよ、あれ知らないの？誕生日には絶対に出てこなきゃいけないやつ。just want to laugh until I can't breathe. Midnight moonlight dancing, never get enough sleep. Oh, the whole night through. Delicious. そうだ、麺が一番大好き。麺にめんつゆつけると美味しい。ママ椎茸が一番好きかな。ゆばたん天ぷらの中ではお芋が一番。絶対味見するときにいつもお芋。ゆばたんからお芋なかなか欲しいって言われた。美味しかった。美味しかった。やっぱりな。はい、今ですね、この中で温めてるの。温めてます、チョコペンをね。はい。チョコペンね。じゃじゃーん。そして、じゃじゃーん。そして、じゃーん。ケーキって固まってるの。うん。じゃあまずチョコペンだね。チョコペンだね。チョコペン頑張ってください。チョコペンチャレンジ。チョキン。ニコちゃんの好きなこと書いてください。ちょっと先に練習してみる。お皿にハートを描くときは「チュー」とかさ。ニコちゃんやってみていい？いいよ。あ、上手上手。あ、いいじゃんいいじゃん。じゃあ頑張って頑張ってこっち頑張って書いて。で、可愛い絵も描いてあげな。あ、見ちゃダメね。どうした？後でいいよ、後でいいよ。後でみんなで片付けよう。はい、じゃあせーの。Happy birthday to you。Happy birthday to you。Happy birthday dear papa。Happy birthday to you。おめでとうございます。ありがとう。ニコタンこれハート書いてくれた。ハートとあとニコタンおめでとう書いて。これすごいちゃんと字になってる。はい。何反対じゃない。あ、本当だ。気がつかなかった。ごめん。そうですね。はい、いい一年でありますように。じゃあ、ふってやった、ふ。はい、すごい、一緒だ、一緒。あれ、何回使っていいの。1年使っていいの。え、あの肩たたき券1年使っていいんだって。超いいじゃん。めっちゃお。お得な回数券だった。じゃあママの誕生日にも作る。本当？じゃあママのやつは背中掛け券にしよう。あ、いいよ。本当？背中掛け券1年。そんなお得な券じゃん。美味しい。びっくりすんだよ、りょうちゃんのその。あ、本当美味しいよ、これ。え、本当。え、こんなん作れるんですか、ニコタン。こんな美味しいケーキ初めて食べたよ。美味しい。超美味しいじゃん、これ。こんな手作りなんて信じられない。卵もいただきます。ケーキ屋さんのケーキだよ。うん、あ、本当だ、美味しい。クッキー生地とめっちゃ合う。ロータスっていうね、よくカルディとかにあるクッキー生地使ったんだけど、めっちゃこの生地が良かったね。いやー、いいレシピ見つけた。一口ずつみんなにあげてんの。ニコタン、ありがとうね、ケーキ作ってくれて。ニコタンのおかげですごく美味しいケーキができました。待って、まだ次ホロの番だよ。待って、忘れてた。そういえばさ、思い出したんだけどさ、ニコタンパワー